はい、それでは大日本プロレス、記者会見を行わせていただきます。まずは、3代目チミドロブラザーズの、植木隆之選手、佐久田俊之選手から、対談の、ご挨拶をさせていただきます。ではまず佐久田選手からお願いいたします。はい、はい、この度は、私佐久田俊之、大日本プロレスを、対談させていただくことになりました。今後は、フリーランスとして、活動していくことに、なります。対談理由としましては、私自身、大日本プロレスという、まあ、枠にとらわれず、いろんなことに、チャレンジをしてみたい、いろんな団体、いろんな、まあ、プロレスラーとしての、まあ、活動をやっていきたいという、まあ、思いが、まあ、芽生えて、まあ、それが日に日に大きくなっておりました。まあ、数ヶ月間にわたって会社の方と話し合いの方をさせていただきまして、対談という形で承諾いただき、この度発表させていただくことになりました。急な発表になってしまい、皆様にご迷惑ご心配、まあ、驚かせてしまうことに関して大変申し訳なく思っております。申し訳ございません。はい、まあ、対談することにはなりましたが、私大日本プロレスという団体でデビューさせていただいて、もう貴重な経験をさせていただきました。今後どのようなレスラー人生を歩むかはまだ分かりませんが、大日本プロレスというものがレスラー佐久田俊之の原点であるということには変わりはありません。そして大日本プロレスに関しては今後はフリーランスとして出場させていただく形になります。この後、今後ですけども、はい、まあ、私自身プロレスラーとしても、デスマッチファイターとしても、はい、活動の幅を広げて、そしてレスラーとしてだけではなく、一社会人として自分のキャパシティを、広げていきたいと思います。本当に大日本プロレス、そして、今まで支えてくれた皆様には、本当に、感謝しております。そして、今後とも、引き続き、はい、レスラーとして活動していきます。そしてデスマッチファイターとして戦っていきますので、ご声援のほどよろしくお願いいたします。はい、佐久田選手ありがとうございます。はい、続きまして植木選手お願いいたします。はい、この度は、お足元悪い中、お忙しい中、来ていただき誠にありがとうございます。まあ、今後の、話なんですが、先ほど、話があった通り、私植木隆之、大日本プロレスを、対談させて、いただき、フリーランスと、フリーランスで、試合をさせていただくことになります。対談の理由なんですが、私のその、家庭環境というか、前にお話、あった通り、地方大会に、帯同、できなくなり、巡業の方、巡業の方の、試合が、できなくなって、さらに、まあ、私的にも、これ以上大日本プロレスの方に、迷惑かけることが、まあ、かけることが、ちょっと、気持ち的にしんどく、試合に、それで試合に関して出ることが、ちょっとご迷惑おかけすることが、そこまで以上ご迷惑おかけできないと思い、対談させていただくことになりました。いろいろと、大日本プロレスの方に本当に自分のわがままで、いろいろと迷惑かけてしまったことを、そして、皆さん、お客さんの方にも、迷惑かけてしまったことを大変お詫びいたします。これからなんですが、私の方でも、まあ、迷惑かけないことが一番なんですが、何かしらで、お返しできたらと思いますので、これからもどうか植木隆之をよろしくお願いいたします。はい、
鈴木選手、ありがとうございます。では、高橋選手からも何かコメントいただければと思います。はい、まあ、その2人の対談っていう話は、まあ、数ヶ月前から、相談がありまして、まあ、何回か、一緒に、話はしたんですけど、やっぱり2人ともですね、やっぱりその対談という気持ちはやっぱり変わらないっていう形で、まあ、チミドロの方針としてやっぱりこの束縛じゃないですけど、なんかこう自由にできないっていうのもあんまりどうなのかなっていう部分もあるし、まあ、植木も高木も別に引退ってわけじゃないし、これからのやっぱりプロレスラー人生もね、まだまだ僕もそうですけどまだ若いんで、これから未来があるんで、やっぱ、ね、挑戦という意味でいろんなことをやっていただきたいなと思って、今回まあ本当に残念ですけども対談ということを聞いて、はい、僕からもまあ承諾ってわけじゃないですけど、はい、分かりましたっていうふうに、はい、お二人に声をかけさせていただきました。はい、はい、高橋選手ありがとうございます。社長よろしければコメント。はい、はい、お二方から話があった通りでございます。まあ、坂田選手の方は特に昨年ぐらいから自分のレスラーの幅を様々広げたいという提案があって、まあ、会社側からも、少しこういう形でどうだ、ああいう形でどうだということを、まあ、紆余曲折とまではいきませんけれども、いくつか提案させていただいたので、まあ、坂田選手が言うように数ヶ月間にわたってというのは、もうおよそ1年ぐらいにわたっていろいろ、まあ、坂田選手が一番ですけれども、団体側も模索してきた、ところではあります。で、まあ、その中で多分佐賀選手の方がいろんな部分で板挟みになっているところがあったのかなと、僕の方としては、まあ、個人的にというか会社的にこうした方がいいんじゃないかという提案いくつかしましたけれども、もしかしたらさまざまな環境や状況の中で板挟みになっているんじゃないかなということで、まあ、本来であれば12月をもってというのが、まあ、区切りとしてはいいのかもしれないんですけれども、まあ、1年間ぐらい話してきた部分もありますので、まあ、お互いが合点がいったところで、じゃあ良きところで、こういう形にしようというのが今回のタイミングであります。で、植木選手に関しましては、まあ、9月ぐらい、まあ、実際は8月に復帰、9月に復帰しますといったアナウンスがあった後なんで、まあ、8月の後半に、まあ、そういう状況、事情説明が状況がありまして、ああそうですかという中で、これはまあコロナという部分もありますので、まあ、僕らからするとこう受け止めてあげれなかったことは非常に申し訳ないなというふうに思いますが、個人の意見を尊重してそのようにさせていただいたというのが、今回の件であります。大日本プロレスとしては、佐久田選手、植木選手、まあ、送り出すということで、11月、13日金曜日新木場ファーストリングにおきまして、3代目チミドロブラザーズ、まあ、一区切りといいますか、興行を、行わせていただくことが決定いたしましたので、ぜひ、お越しください。はい、質問とありましたらお願いいたします。まあ、3人のユニットとしては今後その興行を経てどういう方向に向かっていくのかというのはもう皆さんの中では決まっているという感じですか。一応、まあ、解散っていうのはまだ3人の中でないので、まあ、いずれまた大日本のリングでとはもしかしたら限らないですけど、また別で違うね、リングでも、はい、3人で組めたらいいんじゃないかなっていう話はしてますので、今のところ解散とはいうのはないです。はい、佐久田選手、はい、やっぱりこうフリーになってもデスマッチというところを中心に置きたいという気持ちはやっぱり変わらない。はい、全くそこは、ブレません、変わりません。まあ、対談という会見なので、まあ、どうしても僕もそれに皆さんもやっぱしんみりとはしちゃうのはそうなんですけど、でもこれは決して後ろに下がる対談ではないってことは皆さんもちょっと理解いただければと思いますので、一プロレスラーやデスマッチレスラーとして一歩二歩も上に行って、大日本プロレス所属っていうのは外れて、まあ立場は変わるんですけども、まあプロレス界、デスマッチ界、そして大日本プロレスに刺激を与える存在に、なりたいと思いますので、はい、
ベキ選手は、まあ、復帰して早々にこういう形になってしまったんですけど、まあ、試合を見る限りこう非常にコンディションも良かったりとかすごくこう気迫もこう前面に出るファイトをしている中でのこういった形になってしまったということに関しては今どういう気持ちですか？そうですね、一番は、まあ、あの怪我、その怪我の期間中、その、まあ、なんていうか、大日本プロレスの方では待っていただいて、で復帰させてもらって、その面は本当にすごい大変ご迷惑をおかけしたと思って、でさらに復帰させてもらって、で、まあ、コンディション的にも、はい、良いとは思ったんですが、まあ、なんというか、その、まあ、生活面及び、まあ、その身体的にも精神的にもちょっと、ちょっと、まあ、現状厳しい感じになってしまって、で、まあ、そのこともあって、これからも、まあ、徐々に徐々にできればと思うのですが、プロレスに携わっていけたらと思っております。ね、いろんなリングに、可能である限り、はい、私の方でもいろんなことに挑戦していきたいなと思っております。その辺やっぱりデスマッチって部分に関してはこうなのか、それともなんかそれ以外のものを持っている気持ちなのか、その辺はちょっと今どういう、本当デスマッチ以外でも本当に全部のことには挑戦していきたいとは思っておりますが、本当に可能な限り、はい、やっていきたいと思っております。いくぞ、チミドロトレイン。